クロノグラフ、クロノグラフ、クロノグラフとは、ストップウォッチ機能を備え、時計機能と同一通り期限によって、ストップウォッチ機能をも動作させる懐中時計、または腕時計を言う。なお、一部の特殊なクロノグラフでは、ストップウォッチ専用の修前前及び、和列を時計の修前前及び、和列とは別個に持つこともある。年に、フランスの時計師、 ニコラ・リューセックが発明したとされていたが、1816年に同じくフランスのルイモネが開発した60分の1秒、針が1秒で1周するを計測可能な毎時21万6000振動のハイビートの天体観測用クロノグラフが2013年に発見され、彼の名を冠した時計ブランドが購入した。航空機が登場すると、クロノグラフに計算弱や、 フライトコンピューター、操縦士向けに特化した計算弱の機能を搭載した操縦士向けのモデルも登場した。機械式クロノグラフの機械は非常に複雑なため、懐中時計が主流の時代から自社設計生産する会社は少なく、バルジュー、ベル、ゲンエタ、レマニア、ゲンニューベルレマニアとして、ブレゲクロノグラフ製造部門、ビーナス、ビーナス、ゲンエタ、アンジェラス、アンジェラス、 エクセルシオパーク、イグゼルシーパーク等クロノグラフを得意とするメーカーから機械を購入し、改良もしくはそのまま使用することが多かった。例えば、パテックフィリップはかなり改造を加えてそのことで非常に高い評価を受けてはいるが、ベースキャリバーはバルジューやデマニアを使用している。ロレックスのクロノグラフキャリバーは手巻きだった時代はバルジュのキャリバー72系。 自動巻きになってからは、ゼニスのエルプリメロを採用しており、自社生産に切り替えられたのは2000年になってからである。また、クロノグラフの代表製品の一つとして知られる、オメガのスピードマスタープロフェッショナルのキャリバーは、レマニア製、キリバー CH27C12 系、ブライトリングのナビタイマーは、ビーナス製で当初は、キャリバー175、後に、キャリバー178を使用していた。 しかしこの時期にも自社製機械として、キャリバー 13ZN、キャリバー 30CH を持つロンジン、手巻き時代の自社製機械として、キャリバー 90, キャリバー 90M、キャリバー,ー 95M を持つモバード、自社製機械として、トリコンパックスを頂点とする、コンパックスシリーズを持つユニバーサルジュネーブ、自社製機械として、マルチセンタークロノがあるミドウは、自社生産していた。 これらの会社も、その後コストのかかる自社生産を中止した社から購入するようになった。ストップウォッチを作動させる機構と針へと動力を伝達する機構によって、以下の方式に対別される。作動機構は、ストップウォッチの作動、停止を司る。ボタンを押すとそれに連動して、レバーが動作し、作動機構を動かし、さらに伝達機構へとつながる各種のレバーを動作させる。 いわば、ボタンと内部機構との中立ちを行うための装置である。以下の二つに対別されている。クラッチとも呼ばれる。作動機構から伝わるレバーの動作に応じて、時計の和列機構で秒針を回す役割を負う4番車と、ムーブメント中央にある、クロノグラフホイール、クログラフ車へをつなぐ、切断する役割を負う。主要な方式は、以下の3方式がある。 計測中にクロノグラフを動作させたままリセットボタンを押すだけで針位置をリセットし連続計測を可能とする機能を持つもの。通常のクロノグラフでは作動機構の設計上スタート・ストップ・リセット再スタートという一連の操作を行わなければならないが、フライバッククロノグラフではリセットボタンの作用を系統として計測動作中のリセットを可能としている。自動車のドライバー。 航空機のパイロットが反復的な操作を繰り返す最中に時間を計測をする場合に瓶を測った機構であり、ストップから再スタートまでの操作をリセットボタンの位置プッシュで済ませることができ、ハンドルや操縦桿から一方の手を離す間が最小限で済む。ストップウォッチ用の針を2本持ち、中間タイム、スプリットタイムの計測などを行える特殊なクロノグラフ。日本では バリケンと呼ばれていた。通常のクロノグラフと同様の運針を行う針を、クロノグラフ針、もう一本の針をスプリット針と呼ぶものとして、機能を説明すると次のようになる。スタート、ストップボタンを押すと2本の針が同時に動き、秒単位の計測を開始する。計測の途中で、スプリットボタンを押すとスプリット針が停止。一方、クロノグラフ針は運針を続ける。 二台の自動車あるいは二人のランナーといった二つの移動体のタイム差を計測するのならば先行している移動体が計測地点を通過した時点でスプリットボタンを押すそして後続の移動体が計測地点を通過した時点で今度はスタートストップボタンを押せばクロノグラフ針の運針も停止するこの場合スプリット針は先行する移動体のタイムをクロノグラフ針は 後続の移動体のタイムを示すことになる。また、単体の自動車なりランナーのラップタイムも連続して計測できる。この場合は、移動体が計測地点を通過した時にスプリットボタンを押せば、スプリットバリが停止し、これがラップタイムとなる。もう一度スプリットボタンを押すと、停止していたスプリットバリが運針を続けている、クロノグラフバリに追いつく。次の周回以降も、 同様の操作を繰り返し、前、中までとの差を紙などに記録していけば、トータルタイムと各周回のラップタイムが分かるというわけである。機構としては、スプリットボタンと連動する歯車やカムがあり、それらと連動して動く。機構内のレバーの作用により、1度目のプッシュで、スプリットバリを回す歯車を停止させる。ブレーキレバーが作用、スプリットバリが停止する。2度目のプッシュでは、 スプリット針と同軸のハートカムをハンマーが叩き、それによって生じた回転運動によってスプリット針がクロノグラフ針に追いつく。自動巻きもクロノグラフもかなり空間占有率が大きい機構であるため、長らく自動巻き型腕時計クロノグラフの設計製造は無理とされてきたが、ブライトリング、ホイヤーレオニダス、ホーヤリアンディス、ゲンタグホイヤー、ハミルトンビューレン、 現ハミルトン、ディボアデプラの4社共同で、腕時計用自動艦クロノグラフキャリバー、キャリー11、キャリバー11が開発され、1969年3月3日に発表された。1969年5月には成功。現ン成功ホールディングスがキャリバー6139を発売。ゼニスとモバードがエルプリメロ。 キャリバー3019を開発し同じく1969年9月バーゼルフェアにて発表している。1973年にはムーブメント専門メーカーバルジュー、ベリュー、ゲンエタがキャリバー7750を完成させた。キャリバー7750はバルジューがエタに統合された後はエタが製造を継続し各時計メーカーがベースムーブメントとして 多数採用することで、機械式時計復興機に大きな役割を果たし、現在も、なお自動巻きクロノグラフムーブメントで最大のシェアを占めている。デジタル腕時計は、回路設計とボタン設定で、比較的簡単に、クロノグラフ相当のストップウォッチ機能を組み込むことができ、実際にそうなっている腕時計が多い。そのため、例えばごく廉価なキャッチオ f 9 w のような、 機種でもフフェイスにクロノグラフ表示がなされている。ただし、アナログ腕時計のような商品としての視覚的な、訴求性に欠けることや、価格帯の低さに伴うステータスの乏しさから、時計愛好者や時計商などから、クロノグラフの範疇に入れられる子は、ほとんどない。アナログ式ストップウォッチのボタン操作、スタートストップフライバックは、一気に奥まで押し込むことが必要である。 ゆっくり過ぎたり、中途半端にボタンが押されてしまうと歯車に無理がかって、歯が欠けたり変形してしまう、故障の原因となる。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。